やべえ、誰ともママ、やべえ、誰ともママ、マジ、マジか。来たー、そんなこと言ってたら来たよ。どうやってやるんや。あ、なるほど、なるほど、こんな感じか。なるほど、なるほど。押しまーす。ナイス。ナイス。ナイビョ。ナイビョ。ナイボ。ナイボ。ナイビョ。うまい。ナイビョ。宇治宮さんの帽子がコロコロ変わるな。帽子はね、おしゃれグッズです。おしゃれ、おしゃれグッズ。ダディ。ダディ、お父さん。パパ、ダディ。で。相方がサントスさんやで。相方がサントスさんやで、リングーリさんか。あ、ドア開けしとっても減るんだ。なるほど。パン君や。待って、めっちゃ欲しい。待って待って。オッケー。あら。あー、ダメか。ナイスー。ナイスー。停電直んの早かったな。うん。あ、たまたま近くにいたんや。ナイス。ちゃんとした今、うん。キルできなかったっすか、僕のこと。え、何があったの？はい、僕シャワー室の奥に入ってたんですけど、サントスさんとすれ違いました、ね。誰か出てきてってなったけど、誰か分からない。いやー、どうなんだろう。めちゃくちゃ活躍したいぞ、これは。藤宮サントスね。あれ？サントスさんやった今の。あ、違うか、アルトさんか。アルトさんモーフィングしたいな。いや、ダメだ。あ、やべえ、誰ともママ、やべえ、誰ともママ、マジ、マジか。あ。うわ。マジか。エンジンの上で死体が立って倒れた瞬間発見でした。うん、エンジンの。エンジン。神宮寺さん今どこ？僕今キッチンです。神宮寺さん今弁当入ったよね。お、マジか。もしじゃあもう一つ言うとさ、俺今ハンバーガー助けてたんだけど、誰かもう一人俺いなかったよ、気のせい？あのアルトさん、アルトさん神宮寺です。どういうことキッチンのバーガータスクの横にアルトさんが二人いて、一人が弁当入ってきました。で、神宮寺さんも弁当入ったんですか？いや、僕入ってないですよ。アルトさんの片割れが弁当入ってきました。ミーティングの右、あの、なんだっけ、一番右端じゃなくて、右のボタンのちょい右のところで、助け屋さん誰ですか？私、最後ボタンを押そうとして、誰かに調べしたんだけど。ああ、僕っすよ。あ、寺園さんか。寺園さんか。はい。ミーティングいたら僕です。よろしいでしょうか。うん、はい、パン君はおそらくむずい。ほう。おそらく。うんうん、僕もその心はあのずっと一緒にいたっていうのは僕客観目線も、うん、はい、アーカイブら辺でずっとタスクをやってたのがパン君と僕なので、はい、あと逆に神宮寺さんは外でラウンジから貨物に来ててキッチンまで行ってんだ、びっくりって感じではありました。確かにそう、まあまあ、そもそも僕は目の前で神宮寺さんが弁当に入っていくところは見たので、僕はアルトさんが弁当に入っていったんですけど、どっちのアルトさんか分かりません。
うん、そうですよね。あ、じゃあ対立になるんですかそこは。対立ではない。アルトさんじゃら本物アルトさんが入ってたのか。浮いてんのが誰って話ですよ。あ、俺浮いてます。俺浮いてます。俺今エレキですエレキ。アルトさん二人だったらもうカキさんしかなさそうで。でカキさんがエレキなんだったら人間させる時間です。違う違うんですよ。カキさんね、あの停電した時にさ、右のシャワーの扉を開けで、行ったと思ったら俺がエレキに降りた時にあなたもエレキに降りてきて怖いから俺逃げた。それはただ単にあの勝ち親先にやろうと思って行っただけです。カキさんが俺に変身してて、神宮寺さんは神宮寺さんで普通に違う。あ、はいはいはい、じゃあ神宮寺さんが弁当に入ったっていうのはアルトさん目線はもう間違いない。神宮寺さんからでしょ明らかに。いやいやいや、スキップ誰ですか。アルトさん、アルトさん、スキップ俺です。どっちのアルトさんだよ。僕はガキの方だよ。アルトさん意外とごちゃったぞ。意外とごちゃごちゃした。てか釣ればよかった。センターさんや。あ、なるほど。うわ、治った。はい、スキップ誰ですか。カキです。ちょっと議論がごちゃってたんでとりあえずスキップしました。カキさんインポスターとか。カキさんでいいですね。なんでもう一人は。あ、はい、私ごめん、普通に寺蔵さんの意見に合わせたくて実際に寺蔵さんするから寺蔵さんの意見聞けずだったんで、で寺蔵さんが確か、神宮寺さんからって話だった。神宮寺さんでいいじゃん。アルトさんが神宮寺さんが、はい、どっち富士宮の死体だったよね。先端が発見したのは。はい、今回はカキさん釣りでいいですか皆さん。え、神宮寺さんじゃないの。神宮寺さん釣りなの。僕はカキさんだと思いますよ、僕なんか弁当入ってないんですけど。でもアルトさんが弁当入ったって言うんだろう。そうなんだ。いやでもアルトさんも弁当入ってんすもん。僕の姿をしたやつが弁当に入っていって、それを神宮寺さんがえって見ながら弁当入っていったからほらじゃあ神宮寺さんでいいじゃないですか。いや違います、僕はアルトさん騙されてるんですよ。それ皆さん騙されちゃダメですよ。カキさんで寺蔵さん、どっちからやりたいですか。神宮寺さんでいいんじゃない。はい、わかりました。じゃあ次ボタンが、ボタン。ちなみにさっき金庫室で助けてたの誰ですか。藤宮さんかな。金庫室のドア開いてたんだけど、さっき俺がミーティングルームに行くときに、あ、サントスさんかな。金庫室。私。あ、そうなのね。はい、そのゾニキさんの話をないですかっていうところ。あ、確かに。うん、それが出てないので、せっかく時間あるんで、使い。あ、でもエレキで会いましたね。そういえば、アルトさんとエレキで会ったときにゾニキさんもいました。これ神宮寺さんやつった後、カキさん釣るでいいと思うんですが。はい、僕も思ってます。あ、でもカキさん釣れんならいいっす、はい、僕は。うん、わかりました。じゃあ、一旦パンクと。アルトさんも変なんだ、俺弁当入ってないんだよな。はい、僕、コミュニケーション行くんで。アルトさんが2人いたんですよ。それは本当にそうなんですよ。ボタン押せる人は押してね。コミュニケーション行きますね。ボタン押せます。行きます。アルトエンジンかな。アルトさん。あらあら。はい、来ましたよ。どうするんですか。そのアルトさんとすれ違ったのがカキさんしかいないんだったら、モーフィング。僕が2人いる時点で僕は違うじゃないですか。はい。まあカキさんとの二郎。僕が？で神宮寺さんに罪をなすりつけた。が神宮寺さん白軸のストーリーかな。あーそうなりますよね。あ、まあ、僕しか見てないからね、うん、神宮寺さんが入ってったのはね。一応聞きたいんだけど、ネロちゃんパン君の最終位置どこなの。僕はメイン行くとこっすね、シャワーから。はい、パン君は。僕はシャワータスクです。シャワータスクじゃない、布団入れタスクです。はい、布団入れ。
まあ、ほぼほぼこの2人は動いてなくて、まあ、アルトさんの目撃情報を真として進めるのであれば、あの柿さんとジングリさんに色を追って出てますか。柿さんかインポスターだ、インポスターモーフィングだったら僕はジングリさんはジャッカルかなって思います。ああなるほど、どっちもあると思う。どっちもあるかな。どっちもある。あ、どっちの可能性もある。あ、ごめんなさい、そのインポスターインポスターのパターンもあるし、アルトさんおっしゃった、はいはい、柿さんが、うん、インポスター、ジングリさん、ジャッカル、もう二人外進行ってことでいいですか、うん、じゃあ。ちなみにその、はい、偽アルトさんが弁当入った後にジングリさんも弁当入ったんですか。そうですよ。そんななんかわけわからんことします。だからジングリさんは僕を切らないってことはもう切ってるんですよ、うん、はあはあはあ、なるほど。あ、そういうことか。ああ、ジングジさんが切る下から切れないから逃げたっていう。弁当に入る必要はない。弁当に入る必要ないでしょ。弁当に入る必要はないと思うんですけど、僕の目の前でだから入ってったんで。アキさんが本物アルトさんを切ってくれって信じて入ったんじゃないですか。おお。最後の瞬間ですか、入ったのって。あ、そのピンポンパンになる直前ですよ。入ってったんで、なんだと思って俺はそこから離れたので。なんかおかしくないですか。そんなことをする理由がよくわかんないです。もうジングリさん、その白は拾わないですか。拾わなくていいんじゃない。うん。アルトさんが違いだったらもうわかんない。僕とジングリさんから僕が2人いるっていう証言が出てるので。そもそも、まあ、まあ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 。まあいいか。確かによくわかんないなこれ。僕が一番よくわかんないっすよ。え、ジングリさん、なんすか、クルーですか。テンパったんすよ。あ、本当にジャッカル仲間だと思って、あ、そういうことですか。じゃあ僕ジャッカルですっていうアピールで、あの入ったら、あ、なるほど。柿さんは、あ、じゃあアルトさんは敵だったっていう。あ、なるほど。要は2人いる状態をアルトさんが普通に何もしてなかったのかと思ったんですよね。はいはいはい。認め合った状態だったのかなと思ったんですよ。ああ、そうなんだ。なるほど。いや、てっきりなんか瞬間的に思ったのは、いや、アルトさんになってる状態でアルトさんが横に普通にいるから、だからおかしくないって思っちゃったんですよ。なんか普通に勘違いしとるんかなと思って。めっちゃ勘違いしましたよ。いやいやいや、あのアルトさんが言ってる事実です。僕ベッド入ってきたんで。ただ佇まないでしょ、二人揃ってと思って。じゃあインポスター同士でモーフィングしたんだなと思って、ウェーイ僕もですっつってやったら売られました。売られました。いやー、そういうことか。そういうことビビりましたもん。だってそんな仲良く2人でいるなんておかしいでしょとか思ってそんなことあると思って。はい、アドミンあります。あ、いや、先したい情報。僕もアドミンあって、1回目の停電が終わるぐらい、1回目の停電が終わった時にエンジンに2人、アーカイブラウンジのどっちかに1、石油1の、違う、電気1の診察1で、多分診察1が寺蔵さんだったと思って、今探しに行きました。いう状況です。1回目の停電の時は多分、ラウンジがアルトだと思います。アーカイブないし、ラウンジ。エンジンがどうしか。エンジン2人います。ネロちゃんと僕じゃない。で、数はサントスさん。合ってる。だからサントスさんがエレキにならない、その話になると。エレキ、うん。で、その後僕は今エレキですね。で、サントスさんの情報は、あ、で、ごめんなさい。私が見たのが2秒前くらいのアドミンで、エレキに診察1、エンジン1、ミーティング1、コックピット1です。なんで、だから僕とパン君ですよ、うん、最後すれ違ってるんで、エレキの中で、うん、てかさっきの気分って柿さんもジングリさんもなんかできないんじゃないかなと思ったんですけど、藤宮さん切る、ジングリさんが藤宮さん切ってんじゃない、うん、俺はちょっとよくわかんないけど、ジングリさんを切って、でも立ってましたしたい3秒以内4秒以内ぐらいですよ。はい、でキッチン行って、でもう一回入ったってことですか。立ってるで倒れる瞬間を見ました僕は。とりあえず好きな人間を弾けばいいんじゃないですか。そう、神宮寺さんが弁当入ってから3秒ぐらいなんですよ、うん、その発見、はい、僕の視点ではですよ。まあいった、
まあ、多分対抗ね、僕かサントスさんなんじゃない？うん。でも私ってテラゾーさんから言われる前にいるから、テラゾーさんは認識しなかったけど、位置当ててるから肉立てたら無理じゃない？ミーティングの細かい位置まで行ってたから。ミーティングのボタンまで行けてる。サントスさんにまーす。え、なぜ？マジか。違ったら僕はパンクになるけど。あらー。合ってます。なんかぬる、ぬるっと、ぬるっと負けた。アドミン見る。あ、やったー。いやー、ナイスナイス。いやー、僕、聞いてもらっていいですか？何が起きた？ゾニキさんをセキュリティでキルして、で、キッチン行ったら、アルトさんが2人いたんですよ。で、しかも僕目線、アルトさん2人仲良くしてるように見えちゃって、あ、これはインポスター同士でモーフィングして今からお出かけなのねと思って、僕もですってベッド入ったら売られました。そういうことか。仲間に見えちゃったんですよ。俺、神宮寺さんがアルトさんが2人いるけどこれ大丈夫って俺に教えてくれてんのかなって思ったら入ってったから、なんで？アルトさん目線面白すぎる。なんか意味わかんなすぎる。そう、意味わかんなすぎた。2人入って、あの瞬間に僕いろんなこと考えてこれはインポスター同士でモーフィングをさせてみたいな、そういう。そうで、これは共闘した方がいいのか、最後の戦いに持てたか取れたかなのかとか、いろんなこと考えて。柿さんはどう、何を考えての弁当なんですか、それは。あー、なんかせっかく変身したからなんかしたいなって思って。いや、あのさ、俺もびっくりしたもん。だって弁当が開いて入っていく人物が頭巾かぶってんだもん、俺ってなったよ。あれ、二人いると。藤宮さん切るわ。柿さんすね。はい、もう普通にキッチンから弁当で、まあ、柿さんというかアレコさんに切られましたけど、うん、そう、なんかいたから。あー、なるほど、うん。そうだっておかしいじゃないですか、モーフィングした相手が本人の目の前で弁当入るってことは、じゃあ行ってくるからみたいな感じに僕は見えちゃって、あれと。